こんにちは、タオコです。何だと思いますか？これ、パンシェルジュ検定の合格発表の通知が来ました。今から皆さんと一緒に開けていこうと思います。まだ開けてません。開けてません。前回、受験編の撮影が終わった後に、このパンシェルジュ検定さんのサイトにアクセスしたら、今回の23回のパンシェルジュ検定の正式な回答がアップされてました。だけど、私は前回動画を撮った後、その正式な回答で答え合わせはしてません。なので、あの動画の撮影の後のままの状態で、この合否の通知を開けたいと思います。あともう一点は、前回あの動画を撮っている段階では、私は3級に関しては合格ラインが80点だと思っていたので、ギリギリかもなんて言ってたんですが、編集をしている時に70点って分かったので、多分3級はいけてると思います。問題はやっぱり2級で、26問間違ってるか、わからなかったのはもう間違いないので、自分なりに試験が終わった後、電車の中で回答を自分でね、テキストを見たりとかしてやったやつで、もう絶対26問。2級は70点が合格ラインだから、あと4問しか間違っていい枠がないから、ちょっとわからないんですけど、で、今回はこの合格発表をした後に、現在24回のパンシェルジュ検定の受験申し込みがもう始まってるみたいなので、もしパンシェルジュ検定を受けようかなとか思ってる人に何かアドバイスができればなとか、まあ自分の感想とかを話そうと思います。で、合格通知、合否だけが興味ある方は、まあ、今からすぐ合否開けるので、そこで、もう動画を切っていただいていいです。いいですけども、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。言いたかったです。これやってみたかった。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。イエーイ。ということで、では、それではちょっと早速開けていこうかな。緊張する。緊張する。じゃあ、開けていきますよ。いくよ。さあ、早速開けますね。緊張するよね。どうだろう。3級はね、さっきも言った通り、合格ラインが70点だったから、いけてるけど、2級がね、どういう通知で来てるんだろう。どうしよう。名前とかがあったらちょっと隠したいんですよ。だからどうしよう。ちょっとまだわかんない。まだわかんない。ほら、ちらっとわかんないよ。わかんない。わあ、だだ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 。ああ、わかんない。ああ、やだ。どうしよう。いや、ちょっと待ってね、すぐ隠すから、ちょっと待って、ちょっとポストイットどこ行ったっけ、ちょっと待って。では行きたいと思いますよ。ちょっとね、名前があるから、ここで。名前をちょっと隠して、ダンダダン。これを下にちょっと入れて、はい。第23回パンシェルジュ検定採点結果のお知らせ。ん？背景。ほにゃほにゃ、はにゃほにゃ。この度は、第23回パンシェルジュ検定2級を受験していただき、感謝申し上げます。記念の採点の結果及び合否結果をお知らせいたします。今後もさらに上級へチャレンジしてくださることを委員会一同願っております。ということで、これは2級ですね。2級。2級。70
77点てってれー77点うそー、え、まぐれが26問だから4点しかなかったはずなのに、まぐれ正解があって2級が77点取ったので合格しました。いやイエイイエイ。ということは皆さんに見てもらおう。3級の結果はどうなってんの。もういいか。わおー合格証書。ちょっと待ってよ、パッパッ、あ、やっぱり名前が名前があるから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、名前があるからね。よいしょ、だーん、合格しました。2級合格証書です。ということは、この下が3級、この下3級の名前がまたここにあるから、ちょっと待ってくださいよ、隠すからね。ちょっと待ってよ、合格通知3級落ちたの、嘘やろ。でん、すっごい合格してる、やった。ちょっと待って、名前隠すわ、もう下が、下名前隠す、待って、よし行こう、はあ、やった、3級2級で3級の点数です。バンダダン、100点中89点です。まあまあ頑張ってるやん。うわーすごい。いやーもうごめんなさい、ちょっと動画のことちょっと今考えられないかも。すっごい嬉しい、本当に。あの冒頭でも言った通り、3級は80点合格だと思ってたんです。あの勉強してる時とか、最後昨日受験してきましたって言ったあの動画を撮ってるあの時まで80点が合格ラインだと思ってたんです。なのであの受験編の中でも言っていたんですけど、2級はちょっとダメかもしれないけど3級は絶対に取ろうと思ってたんで、3級は本当はね90点以上絶対取る気で行ったんですよ。行ったっていうか取ろうと思うぐらいの意気込みで行ったけど、90点割ったのが自分の中で分かったんですね。試験が終わった後に80点台だって。であとはケアレスミスがどんだけあるかで、80点が合格ラインだからちょっとでも落ちるともうダメじゃないですか。それがどうかなと思ってたんだけど、まあとりあえずこういう結果です。そして2級はちょっとね、やっぱりね、すいません、点数としては不甲斐ないですが、まああの期間では、まあ、よくやったかなと自分では思います。でまず本当に落ちてくるんじゃないかって本当に2級を思ってたんで、すっごい嬉しい、いやすっごい嬉しい、どうしよう。じゃあ皆さんにとことん見ていただいて、合格合否通知が気になっていた方はもうこれで私の結果は出ました。3級と2級合格しました。心配してくれたり応援してくれたりコメントで励ましてくれた皆さんありがとうございました。とりあえず取れました。感無量です。こちら落ちてると思ってたんで、はい、感無量です。今回 のパンシェル受験定の合格結果としては3級と2級両方いけましたという結果でございます。ここからはまずなぜ私が今回パンシェル受験定を受けようと思ったかとかを言おうと思います。まず私が今回このパンシェル受験定を受けたのは YouTube のためじゃなくて、このね パンテナさんがやってるやつで、あのね見せます、待ってて。急遽YouTube を撮影したけど、もともとは YouTube に撮ろうと思ってこれを受験したわけじゃなくてですね、このね受験した理由はあるかな、受験した理由はね見えますか、あんまり近づくとね GoPro ピンボケするんですよね。このパンの食パンとかについてくるこの
食パンとかをの袋バチって止まってるプラスチックのあれのこの金の見えててください、あの金のこのキーホルダーみたいなのが今回受験して合格したらプレゼントしますよって一番初め1回目これが出た時は、過去にパンシル受験生を受験して合格した方1000名に先着1000名にプレゼントしますっていうことだったんですよ。でこれいいなと思ってたんですけど、まあ自分パンシル受験生を持っていないので、あ、もらえないなと思ってたら、今回の23回のパンシェル受験生を受験して、合格したらあげますよって書いてたから、それで申し込んだんです。パンシェル受験生を受けた理由はこのキーホルダーです。いやー、なのにこのプレゼントをもらうための申し込みをするのを忘れてしまって、せっかく合格したのにもらえてないっていう、どういうこと？もうショック。これが欲しいがためだけに受験したんです。いやー、でどうせ受けるなら2級も同じ日に受けれるから受けたんです。ただ単純にそれだけなんですよ。パンが好きと言ってもそう別にあれだったんですけど、これが欲しかったんです。これが欲しかったために、あの受験をした。で、あの YouTube に何であげたかっていうと、まあせっかく YouTube やり始めたし、まあネタにしてもいいなと思ったから、受験前の1週間くらい前に急遽動画を撮ってやりました。はい。そしてどうしようかな、これから受験する人はどういうことが聞きたいかな、どういう勉強をしたかとか、そういうのが聞きたいと思うんですけど、パンシェル受験生さんのサイトに行くと、このテキストがあれば合格しますと書いています。で、原理そうです。このテキストからしか出ません。ただこのテキスト丸暗記できないとはっていう問題が出ます。それは何でかっていうと、すっごいね、なんて言うんだろうな、ストレートな問題じゃないんですよ。そうだな、そうね、例えばこれだったら、17世紀から作られている北ドイツの伝統的な黒パンで、ライ麦が8割以上のパンを何というかっていう問題が出たら、ここにプンパニッケルっていう答えが、もうこれはストレートの問題なんです。はい。こういう出方ならみんななんとかやれると思うんですけどね。このね、この次の段とか、ライ麦と小麦のタンパク質と糖質によるメイランド反応が起き、独自の香りが生まれたパンを何というかとか、なんかちょっとね、出方がちょっと、歪んでる？直球ではなくて、変化球で来たりとかする。今のはちょっと、この問題は出てないんですけど、出方としてそういうちょっとストレートな出方ではなくて、違う出方をするんですよ。なので、もちろんこのテキスト、今回3級は新しくテキストが変わったみたいなので気をつけてください。まあ多分過去のやつでもいけると思いますけど、まあ3級はテキストが新しくなりました。今回なってるようです。2級、1級はそのまま。3級だけがちょっと変わってます。で、新しい教科書がどうなってるか、テキストがどうなってるかわかんないけど、まあ、こういうメインに書かれてるところもあるけど、こういうちょっとワンポイントアドバイスとか、ちょっと一言メモみたいな、ここからすごく出たりします。ので、気をつけてください。どうしたらいいかな？まあ、簡単に言うと、本当にこれを隅々まで丸暗記できる人は100点取れます。なぜかというと、ここからしか出てない。本当に。本からしか出てません。それは2級も同じ。でも、そんなこと人間やっぱりできない。じゃあどうするか。ある程度自分で重要なところを覚えるとか理解するやり方で出していただいて、書き出すなり、まあ、読んで覚えれる人は読むだけでもいいです。インプットだけじゃダメなんで、アウトプット
をしないといけない。そうするとね、産休はまだブログでいっぱいいくつかあります。でだけど一件だけ回答が間違ってるところがある。うん、間違ったまま上がってるサイトがある。そこはちょっと気をつけないといけないけれど、まあ、過去問としては出してくれている。あと携帯アプリにパンシェル受検定のはい、こんな感じ、パンシェル受検定のアプリがあります。でこれで過去問を練習していく。例えばこれだったら、例えば第16回3級で10問ってありますけど、ここをこうすると30問まで選べます。15問でもいいですし、30問でもいいです。ね。10問。で、スタートとかって押していくと、こんな風に問題が出ます。次のうち、パン生地作りに使用するこねるしゃくしヘラの部分に穴が開いている理由として適切なのはどれか。抵抗がなくなり混ぜやすいが回答です。押してみます、押してみます、丸ね。で次の問題言ってくれたりします。こんな風にアウトプットできるアプリもありますが、これだけじゃ絶対に間に合わない。だから本当は過去問をやるのがいいですけど、インプットはある程度でいいです。間違うたびに調べて自分のものにするのがいいんじゃないかなって私は思う。なんかそんな感じかな。いやもう何言っていいのか全くわかんない。なんかうまくまとめられてないな。はい、もうこれね、私のノートなんですけど、このテキストに書かれてるのを自分なりに問題を作ってバーッと書き出してるんですけど、まあこれ結局はテキスト1冊分ぐらいあるわけです、ほぼ。うん、でここに書いたのに当日やっぱりもう適当になっていってね、最後の方とかもう適当、初めの方は覚えるけど最後の方はやっぱり適当だから、しまった、書いたのに忘れたとか、覚えてないとか、出ないと思ったとかいうやつがたくさんあります。2級もそうです。2級もちゃんとここに書いたのに、どうせ出へんわ、うん、どうせ出へんやろってちょっと高くくったらバシッと出てたりとかして、絶対勉強してるところを覗かれたんじゃないかと思うぐらいあれでした。なんで、これからパンシェル受検定を受けようと思ってる方は、まずテキストを購入されてください。3級に関しては新しくなりましたんで、これから受ける人は新しいテキストを買ってください。2級を受ける方はテキスト変わってません。そしてね、過去問をやってほしいから、これはもうパンシェル受検定さんへのお願いです。過去問を過去10年間分ぐらいでいいので、まあ、できれば、そうですね、テキストが、これは1700円か。で、こっちが、2000円だったから、そうですね、まあ、800円とか。いや、まあ、もう1000円とかでもいいです。1500円とかでもいいです。過去問出してください。過去問がないと、その自分の知識の定着の確認ができないからです。はい。あと、あえて言うと、金の、何？チャーム？もう一回プレゼント企画やってくれません？欲しいんです。あのために私受けたのに、申し込み忘れて、申し込みを恐れてもらえないっていう事態に陥っていまして、あのチャームが欲しいです。お願いします。パンシェル受検定さんへのお願いは、過去問を出していただきたいということと、あのチャーム合格者にください。よろしくお願いします。ということで、なんかちょっとね、舞い上がっちゃって、うまくまとめれませんでしたが、パンシェル受験って受ける方の方へ、ちょっとだけでも、なんか、助けになればいいなと思ったんですけど、うん。頑張ってください。はい。タオコ、無事、パンシェル受験って3級と2級合格しました。応援してくださった皆さん、ありがとうございました。合格しました。
ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。ありがとう。